どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は様々なゲームの罠となりうる要素特集第2弾。前回はファイナルファンタジー4のテラがどんどん弱くなっていったり、スパロボの空のステージが実は地上扱いでみんな苦労したりと、笑えるものが結構あった印象ね。罠的な要素というのはそういうちょっと笑えるものから、中には本当に立ちが悪く絶対に避けなければならないものまで様々。避けるべきものは絶対に知っておきたいぞ。みんなが当時ハマってしまったものも出てくるか。それじゃあ早速スタートなんだぜ。まず最初は強化したつもりが逆効果になってしまっていたりという要素だ。強くしたのに逆効果ってのはどういうことだ？例えばスターオーシャンセカンドストーリー。今作では各キャラクターにタレントという特殊能力のようなものが存在するよな。器用な指先とかそういうやつよね。あれを持っているかによってそれぞれ対応する特技。例えば今言った器用な指先ならサイクやピックポケットの成功率が格段に上がる。むしろそのタレントがないとそれに対応した特技はほとんど成功しないわよね。そこでリメイク版のセカンドエボリューションではなんとダウンロードコンテンツとして、有料でこのタレントをすべて購入することもできた。そんなことまでできちゃうのか。しかしこれは通常プレイでは絶対に購入しない方がいい大きな罠なんだ。多分だけど、自分でタレントを開花した時のボーナスを受けれなくなっちゃうってこと？その通り。本来であればタレントがないながらに何度も特技を使い失敗し、それを何度か繰り返すとそのタレントが開花するようになっている。あの瞬間がまた嬉しかったりするのよね。そして最も重要なのはそのタレントを開花した瞬間に、ボーナスとして100ポイントもスキルポイントが入手できてしまう点。序盤だとスキルポイントってそれこそ5とか10くらいしかなくて、全然スキルを上げられないってとこに、タレント開花すれば一気に100ポイントも加算されて、その時点で超強化できるのよね。しかしダウンロードコンテンツでタレントを買ってしまったらそのボーナスはゼロ。スタートダッシュを切れないことももちろんだし、最終的には何百ものスキルポイントをドブに捨てることとなってしまうわけだ。確かにこれは一見強化されてるようだけど攻略的には明らかにやりにくくなるわ。他には例えばロマンシングサガ3。今作では技ポイントが増えてくるといずれその横に王冠がつくようになっており、技を使う時に消費するポイントが1減ったり新しい技をひらめきやすくなったりもする。王冠がつくと消費ポイント1の技を通常攻撃みたいな感覚で使えて、それがめちゃくちゃ便利だった記憶があるなぁ。しかしそんなキャラをより強化しようとして、術も覚えさせて万能にしようと考えるとそれがとんでもない罠になったりする。確か技の王冠が消えちゃうとかだったっけ？その通り、技の王冠というのは技ポイントと術ポイントの数字の差をもとに、それが一定以上の大きさになるとつくんだが、術を覚えて術ポイントが上がり技ポイントとの差が小さくなれば、王冠は後からでも消えてしまう。一度ついた王冠が消えるってのは初見時には想像もしていないから、技を極めたキャラに次は術だって言って覚えさせることなんて全然ありそうよね。しかしそれはキャラの弱体化につながるので、明確に使わせたい術がある都会外では、むやみに技と術のオールラウンダーは作っちゃいけないということだな。これは攻略とか見ないとわからないよなぁ。続いてはそんなの普通はわかるわけがないだろという要素。わかるわけないようなことならそれこそ知らない情報も出てきそうだぞ。まずはテイルズ・オブ・ファンタジアより、霊夢は宝箱を見つけたら普段はどのように行動することが多い？何その質問？普通に宝箱を取るだけでしょ。じゃあ宝箱を取った後は？普通に先に進むだけでしょ。そんな当たり前の行動ですら罠になりかねないんだ。何々どういうこと？例えばこのダンジョンのこのフロアには一見全部で3個の宝箱がある。さっき左の方にあった青い宝箱が1個と、あとこの赤い宝箱が2個で全部で3個ってことかな？普通ならこの3個を回収してそのまま何も考えずに先に進みそうなものだが、実はこのフロアには柱の後ろのこんなところにも宝箱がある。ほんとだ、これは普通はわかんないわ。そしてこんなところにもある。隠し宝箱多くない？さらに別の柱の後ろのこんなところにまである。こういう隠し宝箱を見逃して先に進んじゃうのが罠ってこと？そうではなくこのまま一度別のフロアに移動してみる。そして再度先ほどのフロアに戻ってみると驚きの変化が起きているんだ。何が変わってるんだろう？あれ、さっき青い宝箱があった場所が何にもなくなってる。さらに赤い宝箱が2個あった場所もこうだ。こっちも宝箱が消滅しちゃってる。何これどういうこと？実はテイルズ・オブ・ファンタジアの宝箱の奥にはリンクというシステムが採用されており、片方の宝箱を取って別フロアに移動するともう片方の宝箱は消滅してしまうんだ。そうだったの？今の今まで全然気づかなかった。いつの間にかなくなっているので気づかないのも無理はない。しかもリンクしている奥のパターンは先ほど見てもらったように、明らかにわかりやすい位置にある宝箱と隠れた
地にある宝箱という組み合わせ。ということは目に見える宝箱を取ってサクサク先に進んじゃうと、見えにくいところにある宝箱をことごとく逃していって、後から取り直すのも不可能になっちゃうってことか。そういうことなんだ。しかも当然のことながら有用なアイテムが入っているのは隠れている宝箱の方がほとんど。攻略は見たくないけどこうしたアイテムも取り逃したくないという場合は、宝箱があるフロアではその宝箱を取ってフロアを出る前に、柱の裏なども丁寧に探索しなければならないということだ。フロア移動する前だったらリンクしてる宝箱を両方ゲットすることもできるのか。他には例えばファイナルファンタジー9、物語の途中でエイコが時短たちのために料理をするというイベントがあるのを覚えているか？ああ、そんなのもあった気がする。エイコとモーグリたちが力を合わせる可愛いイベントだったわよね。そしてその中の選択肢で正しいものを選べるかで後に聞ける会話の重要度が変わってくる。具体的にはどんな選択肢があったんだっけ？例えば何人分の水を汲んでくるかを問われるもの。霊夢もエイコの会話を聞きながら一緒に考えてみてくれ。まずメインキャラクターのジタンとエイコとビビとダガーで4人でしょ。あとモーグリたちがたくさんいるみたいだけど、この話の内容だと多分6人だから、エイコの会話の内容的には全部で10人だ。というわけで10人分の水を汲んで料理の準備はバッチリだ。よしよし、いい感じね。しかし時短の評価はこのシチューいけるぜというセリフで、これはまあまあの評価止まり。ちゃんと言われた人数分にしたのに。実はこのイベントでは会話の内容的には10人分のように思えるんだが、正解は11人分となるように設定されているんだ。そんなのわかんないよ。というわけでさすがにこのあたりを完璧にこなしたいという人は、自力よりも攻略を見てしまうことをお勧めするぜ。本当は自分で頑張りたいけどこれは仕方がない。続いてはファイナルファンタジー4のこのシーンについてだが、ここで宝箱から手に入れたフレームメール、ゲーム中ではアイテム欄などを見ても説明がされていないんだが、ある属性に対して特別な効果を持っている。さて霊夢はどんな効果だと思う？そりゃあフレームメールって言うんだから炎の攻撃が効きにくくなるとかでしょ。一部の人は霊夢同様そんな思いを胸にセシルにフレームメールを装備、するとその先の宝箱の中からフレームドッグという敵が出てくるんだ。これはまさにさっきのフレームメールの効果が発揮してくれと言わんばかりの敵の配置ね。そしてそのフレームドッグの炎攻撃を受けてみる。すると、あれー、セシルだけとんでもないダメージ受けてる。なんでよ。実はフレームメールは霊夢のイメージとは逆で、炎属性の攻撃が弱点になってしまう装備なんだ。騙されたー。しかもこのようにフレームメールを手に入れた矢先の宝箱で、強力な炎攻撃を仕掛けてくる敵が出てくるようになっており、当然戦闘から逃げることもできず戦闘中の防具変更もできないので、大苦戦を強いられることとなる。普通こういうのってそのダンジョンで強みになるような装備が落ちてるものでしょうよ。まあでも敵側からすれば本来はこういう風に主人公たちが苦しむように、アイテムを配置するのは当然のことって考えると、他のゲームよりこっちの方がリアルだけどな。そう言われればそうなんだけど、ちなみにフレームメールは前作から霊気攻撃に耐性を持っている防具で、ファイナルファンタジー5の似た名前の防具だと、炎の指輪は炎吸収で水属性が弱点になる。ファイナルファンタジー6の似た名前の防具だと、フレームシールドも同様に炎吸収で水属性が弱点となるというものになっている。似た名前の防具でもシリーズによって属性に対する効果がまるっきり反対じゃない？そんな感じで世代によって名前とイメージが真逆なので、ファイナルファンタジー5とか6あたりがど真ん中の世代で、後から4をやったとかだとかなりきついかもな。個人的にはフレームって名前がついてたら炎に強くなる方がしっくりくるなぁ。続いてはゼルダの伝説神々のトライフォースの赤い爆弾。あったあった。確か最後にガノンと戦う前に、剣とかをパワーアップさせてくれる女神がいる場所に行くために使うのよね。そして困ったのがその挙動。意図的に切り離すことはもちろん可能なんだが、それ以外にもちょっと高いところからジャンプするとついてこずにその場で勝手に爆発。めちゃくちゃ値段が高いんだから勝手に爆発するのやめて。早く目的地まで行きたいと焦るあまり、ダッシュを使ってしまっても全くついてこずに爆発。終盤戦で徒歩のみで目的地までこの爆弾を運ばなければならなかったわけだな。キプレイの人なら絶対にこの爆弾を意図しないところで一回は爆発させてるはずだわ。続いてはプレイヤーの流行る気持ちを逆手に取るような罠。例えばエリア88というシューティングゲーム。序盤のステージでステルス戦闘機のボスが後ろから登場するシーンがあるが、この登場シーンに合わせてボムを落としまくったプレイヤーもいたんじゃないだろうか。
私はまさにそれやってたわよ。敵が攻撃してくる前にちょっとでもダメージを与えてやるって、それこそ指がもげるくらいの勢いでボタン連打してたんだから。だがこのボスは画面の右端に到着するまでは、一切ダメージを受けていない。なので霊夢のその連打は労力的にも資金的にも全て無駄だ。それ早く言ってよ。教えてくれるのが30年遅いわよ。他には先ほども挙げたファイナルファンタジー9。物語の終盤でジタンが自暴自棄になり一人で戦い始めるシーン。あそこは今作でも屈指の名シーンよね。最初はジタンのみで少し経つと仲間が駆けつけてくるという方式の戦闘が続くが、ジタン一人の時は敵に攻撃をしても実は全くダメージを与えられていないので、一人で頑張って戦っても全く意味がない。一人できついって思いながら頑張って戦ってたのに、逆にジタン一人で全ての敵を倒せちゃったら、仲間の重要さを強調するこのイベントが台無しになっちゃうだろ。ああ、そのためにジタン一人の時に敵が倒せないようになってるのか。他にも様々なゲームではなと言えるような要素は山ほどあるが、例えばテリーのワンダーランドでモンスターをお見合いさせてくれるてと。ああ、もうあのことかって頭に浮かんだぞ。彼に序盤で話しかけると。E クラスですよ。E クラスを勝ち抜きました。あれ、あなたはまだ F クラスですか？こいつフリーザみたいな口調で煽ってきやがって。これからは私のことをマスターテトと呼んでほしい。このように高圧的な態度をとってくる。E クラスって言ったらまだまだ序の口じゃねえか。そして実際に E クラスでテトと戦うことになると、どうもテリー君、よくここまで来れましたね。だから E クラスはまだ全然序盤なんだって。私はマスターテト、君に私が倒せるかな？はっはっはっは、負けても気にしちゃいけないよ。よくもまあスライムつむりと鎧ムカデごときで、ここまで自信満々になれるものよね。そんなわけであっさり撃破、するとその後の会話内容が、あ、すいません偉そうなこと言って、これからは心を入れ替えて一からやり直します。人間調子に乗っちゃう時もあるけどちゃんと反省して誠実にやっていくのが一番よね。ところでテリー君、魔物とお見合いをしませんか？溶岩魔人なんですがお見合いをしましょうよ。無理とは思いますが溶岩魔人となら最高なんです。じゃあ頑張って心を入れ替えたテトのために、溶岩魔人を用意してお見合いをしてみようかしら。と思って溶岩魔人をお見合い相手に出すと、こちらは再び溶岩魔人が生まれるだけで全く旨味がない。あれー、おかしいなー。だがテトの方は氷河魔人を血統にしていることで、最強クラスのモンスターであるゴールデンゴーレムが手に入っている。つまりテリーを騙して一人だけ最強モンスターを手に入れていたんだ。性根が腐ってやがる。溶岩魔人を用意するのは大変だが、その分より立ちが悪い誘いなわけだな。あと個人的にはロマサガ3のエレンちゃん、初期装備とか得意な武器が斧だから完全に斧キャラとしか思ってなかったんだけど、大人になってから実は斧の技に対するひらめきの適性がかなり悪いってことを知って、それって結構罠だよなーって思ったわね。確かにエレンに斧を使わせるのは強いには強いんだが、多彩な技を使うには他の斧キャラも同時運用しひらめかせる必要があったり、能力とかひらめきのこととかを総合して考えると、斧キャラっていうより体術キャラなんだよな。妖精なんかもあの見た目で実はムキムキ体術マンだったりもするし、見た目と能力のギャップは結構初見だと勘違いしうるよなー。といったところで今日の動画はここまで、また別の動画で会おうなんだぜ。またねー。